ディーパーズを語る系 YouTuber のビシエと申します。41歳独身です。YouTuber は、嘘です。ディーパーズを語ってみたっていうですね、タイトルをこう誰よりも先に、使いたかったという、だけのことなんですけれども。それでですね、のっけからちょっと突拍子もないんですけれども、昨日本屋さんに行ったらですね、最新号の、ミュージックマガジンにですね、特撮のエレクトリック・ジェリーフィッシュの、レビューが載ってたんですね。それで見つけて買いました。特撮のレビューが載るっていうのは多分初めてなのかな。でも、インタビューはね、一回パナギアノン系リリースの時に大月健二さんがインタビューを受けられてたんですけれども、で今回ですね、楢崎さんのギターのリフにね、着目した内容のレビューでした。で今回ね、マイ・ブラッディ・バレンタインがですね、特集されてた号だったんですけれども、ギターマガジンでもね、表紙で特集されてましたけども、そちらと同様ですね、全く楢崎さんに触れられることはなくですね で、その特撮のレビューの方でね、名前が出ていらっしゃったっていうことなんですが、で、ディーパーズはですね、何度かレビュー載ってるのを見たことあって、で、カムオーバーの時ですね、に10点満点中4点ついててですね、これ忘れないですね ちょっと今回とはね、違う方がレビューされてたんですけども、みたいな、ちょっと恨み節からちょっと入ってますが そのネットのね、掲載情報とかに頼らずにですね、自力でこう、くまなくこう、片っ端からこう、雑誌を目通してですね、ディーパーズ載ってないか、ディーパーズの名前がないかみたいな、ちょっとチェックするみたいなね、生活をこう20年以上ね、続けているっていう、そういうね、ちょっと病的なファンです。で、ちょっと雑誌といえばですね、ってまたちょっとこう、挨拶もこう、全然しないうちから、ちょっと長くなっちゃうので、ちょっと一旦置いといてですね、前回見てくださった方と高評価をつけていただいた方、本当にありがとうございました。高評価はあれですかね、自分のおかげで、ディーパーズの写真集、買えたよっていう、そういう皆さんですかね。自分でですね、見返してみたんですけれども、本当にもっさり喋ってて 覇気もないし、こう、声も小さいし、面白みもないし、本当に申し訳ない気持ちで、いっぱいです。独りよがりなね、ちょっとヨタ話を延々とこう、続けてて、こう、視聴者置いてけぼりみたいな。無駄がね、すごく多いんですけれども、今回も、YouTuber 的なですね、編集はないので ご了承ください。濃い内容にちょっとしたいんですけれども、ちょっと薄くしか語れないっていうところがあって、あと偏りもね、ちょっとひどいので、ちょっとお勧めできないというか、30分ちょっとあったらですね、ビジターズ、リベンジ、丸々聞けますからね。なんで、そっち、聞き返した方が、有意義かと思います。で、注意喚起もね、ちょっと終わったところで、やっと本題に入るんですけれども、コールド・オブ・ザ・ディーパーズ、結成30周年。結成月ですよね、5月ね。改めてね、おめでとうございます。で、今日は晦日ですよ。30日。日付がね、晦日に変わってから、これ、撮影しているというか、夜通しでディーパーズもぶっ通して聞いた後に、テンションが高い状態で今、撮影してます。ここで祝っても、しょうがないんですけども。
で、まあ、なんだろう。まあ、先月のね、あ、先日の特撮の MC でですね、大月健二さんが、まあ、特撮を、まあ、30周年、40周年と、続けていけたらいいみたいな、まあ、ことをですね、まあ、おっしゃってたんですけれども、まあ、ディーパーズもですね、まあ、本当に、続けてほしいですよね。まあ、自分はディーパーズ以上にですね、情熱を注げるような、存在っていうのも他に、全くいないですし、本当に青春をですね、いつまでもこう続けてほしいなっていうね、気持ちが強いですね。で、晦日にですね、今日ですね、にピアノの投稿するということをね、前回の動画で言ったんですけれども、ちょっと間に合わなくてですね まあ、緊急事態宣言が解除されたら、あげると思います。で、まあ、その代わりにですね、まあ、この続きをですね、アップロードしようかなという、ありがたいことにですね、お一人、続きが見たいと、ツイッターの方で、言ってくださった方がいたりとか、あと、まあ、ツイッターのダイレクトメッセージの方でですね、感想をいただけたりとかですね、まあ、したのでですね、まあ、その方々に捧げる、まあ、動画ということになります。返事、まだ書いてないので後から書きます。お待たせして、すみません。でね、まあ、どうでもいい話なんですけども、まあ、昨日、今日とですね、ラルク・アンシエルが30周年ということでですね、まあ、ライブやってるんですけども、で、そのラルクって、1991年の5月の30日に、その初ライブやってるっていうことなんですよね。だから、晦日ですよね。で、そのリーパーズと、そのなん、えっと、まあ、その、ディーパーズも1991年で、結成の月まで一緒みたいな、まあ、同期になるんですかね。で、そのメジャーデビューもね、どっちも94年ということで、まあ、同じですし、その活動休止した期間、そのディーパーズってその2008年の半ばから2011年の、まあ、初めの方まで3年ぐらいですね、活動休止期間があったんですけれども、もうラルクもね、2008年から2011年まで活動休止期間があったということで、そこも似てるなっていう。で、その有松さんでね、横のつながりみたいなのもありますし、こう何かとこう共通点があるなみたいな、まあ、そんなことをちょっと昨日ね、思ったりしてましたね。で、あと、まあ、なんですかね、まあ、COTD データ、データサイトをなんか見てたんですけども、で、そのライブの履歴とかを見返してたらですね、ディーパーズってあれなんですね、その1992年と1993年のその12月30日、晦日にライブをね、やってたんだな、みたいな。まあ、その頃から、まあ、晦日意識してたんですかね。ちょっとわかんないですけどね。まあ、ちょっと前回みたいにですね、こう、だらだら喋ってると、その時間がちょっとないので、なるべく早口で喋ろうということで、まあ、ディーパーズも聞いてテンションも上がってるので、このスピードで、なるべく頑張って、今、喋っております。そう、前回容量オーバーでですね、スマホの、で、なんか特撮の話をしてる時には、なんかぶった切りになってしまったんで まあ、そうならないようにですね、頑張ります。で、なんだろう。あ、そう、ディーパーズのですね、芋虫くんのですね、T シャツを前回着て、撮影してたんですね。で、その楢崎さんが特撮のライブで、メンバーカラー、まあ、その好きな色がその緑ということで、まあ、その緑のちょっとシャツを着て、撮ろうかなと思って、自分がその初めて買ったディーパーズ T シャツをですね、着てですね、まあ、撮ってるんですよみたいなことを言う前にですね まあ、着れてしまったんですけれども。で、まあ、そういう感じでちょっと今更な話になっちゃうんですけども、
知り合いのね、ツイッターのフォロワーの人がですね、そのバースデーバッシュの時にですね、売ってた緑色の T シャツがあったんですけども、それはその楢崎さんのその希望で、その緑色の T シャツを作ったっていう、物販の人がそう言ってたみたいなことをツイートしてたんですけれども、なんでその芋虫くん T シャツ、その緑の T シャツもその当時楢崎さんのリクエストで作ったのかななんてね、ちょっと妄想したりとかですね、しましたね。それなら嬉しいなと思いましたね。で、そういう芋虫くん T シャツをね、ちょっと自慢じゃないですけど、着てましたね。すごいボロボロなんですけどね、もう着倒してしまって、で、そのね、一昨年のその晦日の時にですね、着て行ったんですよね。で、着て行ったら、また別のですね、知り合いの方、その会った方にですね、芋虫くんのところもすごく汚れてて、で、その土からね、その掘り起こされたキューピーちゃんのね、なんか友達の芋虫くんみたいな感じですよね、みたいな、なんかこう素敵な表現をね、いただきましてね。そんなね、なんか思い出もね、あったりします。で、ちょっと今月、今回はね、ちょっとこうやって赤い T シャツに変えて撮影してるんですけれども、これね、そのなんこのコールタの TAR ってところは TER にプリントミスがあって、1回ね、売ってもらえなかったっていうことがあったんですけども、そのコールタのターね、間違ってるバージョンで、それ欲しかったんですよね。そんな、なんかこう、ディパーズファンね、こう、表記のね、間違いなんてね、もう慣れっこですしね。楢崎さんも昔のライブで別に、コールターでもコールタールでもどっちでもいいみたいなこと言われたりとかしてたわけですし、別にそのまま売ってもよかったと思うんですよね。そんな可愛いもんですよね。その表記の間違いでね、こう一番面白かったのが今までで、こう2008年でしたかね、その大月健二さんと高橋良さんと一緒にやったそのアコースティックライブがあったんですけども、その時のクレジットが奈良堺になってて 奈良堺 そのお友達のその純烈のね方の堺さんとフュージョンしちゃってるみたいな あれがね、なんか一番ちょっと面白い間違い方でしたね。あと何ですかね。そのね、一昨年の晦日でカメラがね、こう、入ってたのに、こう、いまだにこう、リリースしないですよね。あれ、いつ使われるんですかね、映像はね。リリースパーティーとかもね、ちゃんとこう、ブルーレイでもね、こう、なんていうんですか、こう、編集したバージョンでね、こう、見たいなっていう、気持ちもね、ありますね。そのリリースパーティーのね、感想も前回言いましたけども、2013年のね、その梅田のその赤楚以来でですね、ノットアゴットが聞けたりとかですね、そういうのも良かったですしね。ノットアゴットやるならね、このビジターズチームというか今の、メンバーでそのレシーブね、まだ1回もやってないんですよね、多分ね。それもやってほしいなみたいな、アンビエント部分がその今のメンバーでどういう風になるんだろうっていうね、興味がすごくあるので、いつか披露していただきたいなっていう風に思うんですけどね。そのリリースパーティーね、その1月に本来のね、その開催
されるはずだった1月にやってたら、まあ、リベンジの曲全部やってたんですかね。こう、まあ、リリースからこうある程度時間が経ったからこう、まあ、変えたんですかね。まあ、そのレコ発ってこう銘打ってこう新譜からこう半分くらいしかやらないみたいな、そのライブってこうカムオーバーツアーがね、そうだったんですよね。4曲5曲ぐらいしかやらないみたいなことあって、まあそれの再現みたいだなとか思ったりとか、まああと、まあアンコールがね、配信されなかったじゃないですか。で、それは瞬間スリルインのね、間奏部分が、まあ著作権どこでこう NG だったのかなとか、まあ逆にその配信がないからあそこにぶっ込んできたのかなとか まあ考えたりとかしましたね。まあ、まあ30周年っていうことなんですけども、まあ、ファンがね、すごいやっぱ増えたなっていうね、感じがすごいしますね。なんだろうか、1999年のね、12月だったかな、六本木 Y2K でね、イベントに出た時のライブなんてね、まあ、20人くらいしかいなかった気がするんですよね、その時でも。2006年にね、メトロノームとリバーズで対バンした時にね、まあ、やった、その時もやった、まあ、今はない、確かないかなっていうところなんですけれども、まあ、あと何ですかね、なんかいろいろね、書いてるんですけど、全部読んでたら、絶対これ終わんないだろうっていう。なんかマイスピーディーサラがこう、意外とね、初期の頃って、なんかやってないっぽいんですよね。とか、あとこう、スノーのね、こう初披露が1997年、だからそのビジターズのメンバーじゃなくなってから、披露されたっぽい話とかね。あと何？なんかもういろいろ書きすぎ、終わんないよね。なんだろう、こう、ディーパーズね、よく、まあ、その、バージョン違いみたいなのね、結構ありますけども、大体なんかこう、いじる前の、方が、なんか、好きだな、みたいな、そういうのがあったりとか、あと、まあ、逆にこう、ライブでこう、キーが上がると、こう、大体原曲よりも好きになるみたいな、前回のリリースパーティーのテイストとかですね。まあ、グッドモーニングもね、やりましたよね。ああいうのもキーが上がってて。まあ、そういうのが、まあ、あとなんだろう。まあ、最近はまあ、全然やってないですけど、春の行人坂とかもですね、すごくどれぐらい上げてんだっていうぐらい結構上げて、やってたんですよね。まあ、そういうのがちょっともうたまらないな、みたいな、とか。まあ、あとまあ、グッドモーニングはですね、2006年のその15周年、の時にですね、もう一回だけもう本当にこれしつこく何度もなんかいろんなところで言ってるんですけど、アウトロでですね、楢崎さんがそのフェイクを入れてるんですよね。入れてたんですよ。で、あれが本当に好きで、もうあれをなんかこう再現してほしいなっていうね。とか、まあ、あとなんだ。まあ、30周年ってことでね、いろいろ振り返ってたんですけど、昨日。あと、まあ、自分がこう、好きになった、というか、ハマったのが、サブマージからだったんで、まあ、終末感っていうところにね、こう、惹かれて、たところが結構大きかったんですけど、で、他の皆さんもね、終末感っていう部分に惹かれてファンになったのかな、なんてちょっと思ってたんですけど、その子、当時はですね。したら、まあ、結構、終末感、っていうのは、まあ、結構そこでその反応したっていうのは結構少数派なんだなっていう後から気づいたみたいなこととか、まあまあいろいろまだにいっぱい書いてるんですけど、ちょっと省略します 時間がないので で、まあその30周年のね、今自分が思うことっていうことで、まあ、やっぱりこうまあ出会えたことへの感謝であったりとか、あとまあ、活動してきてくれたことと、その活動今でもね、していただいてることへの、まあ、そういうことへの感謝もあるし、
ていう、まあ本当に感謝しかまあないんですよね。まあ月並みなんですけれども。で、まあディーパーズっていうのは自分にとって、こう居場所がね、まあ別になくてもいいんだっていうふうに、こう思わせてくれるような、バンドといいますか。まあその自分がその人生ずっとこう、なんていうんですかね、その所在がないな、みたいな、その感覚がずっとその続いているんですよね。まあでも、まあそれでもまあいいじゃないかみたいな、こう構わないというようなですね。こうなんだろう、こう、まあ先日のその特撮のね、ライブでその音の中っていうね、その楢崎さんがまあそういう表現使われたっていう、まあ、MC ありましたけど、まあ、それじゃないですけど、こう音の中がこう居場所っていうんですかね、自分のですね、その居場所といいますか、まあ、そのライブも何て言うんですかね、こう、まあ、自分の場合、一体感とかその求めてなくて、まあ、そのもうひたすらこのディーパーズの音と向き合わせてもらってるといいますか、まあ、まあ何がちょっと言いたいのかちょっとよくわからない感じになってますけども、まあその唯一無二のですね、こう佇まいっていうところにこう一番こう感銘を受けたのかもしれないな、みたいなことを、ちょっと思ってました。この動画を投稿する前にですね。で、まああと何ですかね、こう辛いこととかですね、こう何かとこうなんか向き合わなきゃいけない、こう対峙しなきゃいけないみたいな時にですね、まあ自分はこのディーパーズのこの世界をこう知ってるから大丈夫なんだとか、まあこの音の世界にね、こうふさわしい自分でこうあらなきゃいけないなみたいな、まあそういうふうにこう思ってですね、まあこうそれが生きるこう原動力になったっていうんですかね、まあそういうなんこうお守りみたいなですね、自分にとって、まあそういう、存在なんですよね。で、まあだからなんというかですね、そのまあこれからもですね、まあそういう、まあ、普遍のね存在なので、自分の中で。なのでこう、まあ30周年ね、こうまあ35周年、40周年と続けていってほしいと思います。30周年ね、本当におめでとうございます。これからも応援していますので、という、まあこの勝手にね、こう切れる前にこう 早々と締めておくというですね まあそんなセクションでした。で、あとはね、まあ、この動画多分ぶつ切りで終わってしまうと思うんで、また、申し訳ないですが。まあ、それまでこう自由に語ろうかな、みたいな、ふうに思います。で、まあ、その特撮のね、そのツアーファイナル、リキッドルームのですね、まあ、にも行ってきたんですけども、まあ、その話もちょっとしたいな、みたいなことで、まあ、そのね、座席のね、トラブルがね、あったんですけども、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと位置が。あ、すいません。まあ、そのなんかホットスタッフの人がね、説明、ロビーでね、してるときに、なんか E プラスがね、悪いっていうことをね、なんか、おっしゃってたと思うんですけどね、なんかホットスタッフのせいにされてますよね。まあ、なんか、大月健二さんがね、ミステリーナイトとかでね、席間違えたお客さんごめんなさいみたいなね、ふうにこうネタにするのかな、みたいに思ってたら、こう、意外とノータッチで、まあ、心遣いの人だな、みたいな、お優しいな、みたいに思ったりとか。あと、なんだろう。そう、ゾルバでね、こう、楢崎さんが構成屋に歌詞を間違えるというですね、結構珍しいですよね、楢崎さんが歌詞間違えるって。こう、ディーパースでね、こう、歌詞を間違えたっていうのは、ちょっとなんか記憶にないんですよね。まあ、語音ですしね、こう、英語だったりとか、まあ、歌詞カードなかったりするんで、まあ、わかんないところで間違えてるのかもしれないですけど、まあ、ゾルバのね、やっぱセリフパートいいですよね。
楢崎さんはね、声優のね、仕事もやるべきだっていうふうにね、もう昔から自分は言い続けてるんですけど、まあ知ったことじゃないよって話なんですけど、まあ実はね、自分なんかディーパーズ最初に初めて聞いた時ですね、こう歌声にはね、あんまりこうさほどこう反応しなかったというか、まあ、曲にこう圧倒されたっていうのがちょっと大きくて、で、この YouTube でね、アップロードもしてるやつなんですけども、1999年の1月のそのラジオでですね、その楢崎さんが学校の先生風のこう小芝居をこうコメント撮りでね、されてまして、まあ、それでね、生まれて初めてこう、男の人のこう声にこう燃えるっていうですね まあ、経験をしたんですよね。もしね、まだ聞かれてない方いたらですね、ベイリズミックスっていうね、2本あるんですけど、1つ目の方ですね、がそれなんで、ちょっと聞いてみてください。で、キュンときたらですね、高評価していただきたいと思います。そう、だからその喋り声にこう、やられたっていうね、まあそういう形だったですね。まあ1999年にナッキーズ・スイート・ボイスっていうね、掲示板が、協賛関係でね、流れでこうあったりしたんですよ。で、そう、まあそういうのもあって、まあ、あとなんだ、こう、そう、あとな、自分がね、その、ディパーズをこう知ったラジオでね、もう、すでにナッキーってこう呼ばれてたりとか、で、さっき今言ったその掲示板でもナッキーっていう、まあ、入ってますし、だから1998年の時点ではもうナッキーだったんだけど、まあ、いつからこうナッキー呼びが始まったんだろうなっていう、あと誰が言い出したのか、楢崎さん走ったのかなとか、まあそういうのもちょっと気になったりとかね、まあしますね。で、まあなんだっけ、ああ、そう、特撮の話なんですけど、まあちょっとこう、お客さんとね、こう盛り上がるみたいなライブがちょっとしづらいみたいな中なんで、まあ、今だからこそね、まあ、ディープトラックスのこうライブもね、今度はちょっと見たいなとか、レア曲とかもちょっと追加していただいて、みたいな、その自分はね、そのトンネルラブすごい聞きたいんですよね。聞きたいんだけど、再結成してから、再始動してから一回もその披露されてないんで、ちょっと聞いてみたいなっていうのがありますね。あとは何ですかね、もうとにかく もう時間がないみたいな。まあ唐突ですけど、まあ自分の場合の絶対音感持ってるんですよね。で、絶対音感持ってるんだけど、別にそのなんか音程がずれてるとか別に気にならないんですよ。なんでね、その音感とか、その別にそんな、まあ、特別、備わってないとかだったらね、そのなんか音痴とかね、なんか四の五の言わないで欲しいな みたいな、この話ちょっと広げるのはちょっとやめた方がいいです。 まあでもそのなんかね、そのゾルバのね、その楢崎さんの歌うとことか、あとそのゆその邦楽邦本学校でね、ロフトプラスワンで一回、その吉幾三の雪国を楢崎さんが歌った時あったんですけど、まあ、それとか聞いたことある方だったら、わかると思うんですけど、全然、本当はうまいんですよね。そういううまく歌うような歌い方、なんていうんですかね。うまく歌う感じの曲じゃないから、ああいう感じで歌ってるってだけだと思うんですよね。それはちょっと、すごく声を大にして言いたいな、みたいな。ところはありますね。あと何だろう。すいません、なんか全然取り留めのない感じになってますけども。あと最近ツイッターの方でですね、楢崎コロスケさんってライターの方、漫画系のね、本とかでも書かれているような方とね、つながってですね、まあ、ミクシーをやってた頃はですね、もうつながってたんですけど、それ2001年にですね、その松本亀吉さんっていう方の、まあ、この方の文章も自分好きなんですけども、まあ、この方が主催されてるライブイベントに行ったんですよね。まあ、そのスタジオみたいなところで、のライブだったんですけど、まあ、そこで、
行ったらですね、その楢崎さんと仲良かったね、お亡くなりになった馬場育三さんが見に来てらして、で、まあ、馬場さんが真後ろにいる中、そのライブ見てたんですけども、まあ、スラッシュアップディスターバンスのですね、T シャツをですね、着ていったんですね。で、それで楢崎幸助さんが、その松本上吉さんと交流があって、来てらっしゃってて、あ、なんかディーパーズの T シャツだね、みたいな感じで、こう、話しかけていただいて、まあ、それで、なんかこう、ディーパーズの、こう、裏話とか、聞かせていただけたりとかですね。まあ、そういう、そのディーパーズがね、好きな方なんで、それで楢崎って名乗ってらっしゃるんですよね、確かね。みたいなこととか。あと、なんだろうな、本当にこう、とっちらかってて、ノーサンキューでね、ジョイライドと、メキシコのね、歌詞がね、リンクしてるんですよね。で、その、メキシコのその伏せられてる部分のヒントにもなってるんだけども、で、その、まあ、リンクしてるから、こう、曲順が、対になってるみたいな、なんかすごい仕掛けだな、みたいな。で、なんかこう、ヒントを与えてくれてるみたいな。とかね、まあ、いろいろ まあ、あとなんだろう。あ、これはなんかちょっとお願いなんですけど、まだ時間あるかな。その、カムオーバーの時のね、プロモーションでインター FM にね、楢崎さんと市牧さんと吉尾さんだったかな、が出てた、ゲスト出てた番組があったんですよね。あと、その、ニューウェーブの頃の、その、で、その、楢崎さんがですね、ラジオビープっていう番組だったかと思うんですけど、それにその出られた時、まあ、これ、この2つね、録音、もしも持ってる方いらっしゃったらね、ご一報ください。あ、これが言えてよかったです。ここまで見てる人ほとんどいないと思いますけども。で、あとなんだ、その、あとね、冒頭で雑誌の話したんですけどね、ロッキンオンジャパン、前ね、ディーパーズも特撮も載ってたんですけど、まあ、今回特撮のアルバムもですね、リベンジの方もですね、全然何にも載んなかったですね、結局。サブマージでね、編集長の山崎陽一郎さんがね、押し出してからね、しばらくこう、インタビューとかも、いろいろ載って、で、しばらくこのいろんなこう、ミュージシャンのページにですね、何かとこう、引き合いに出されたりとかしててですね、ディーパーズを彷彿とさせるとかですね。で、まあ、それ見つけるたびに、まあ、その文言だけでこう、買い漁ってる、まあ、自分もどうかと思うんですけども。で、まあ、ノーサンキューで載らなくて、インタビューが。で、まあ、でも、ニューウェーブ、ペンギンと載って、で、トータス EP からね、全くもう、載らない。あ、ゆかりのレビューがこう、一回載ったんですけども、もう全然、もう載らないみたいな感じで。で、まあ、ツイッターのね、フォロワーの方と、一昨年の晦日が終わった後に、ファン同士のなんか飲み会みたいなのがあって、まあ、そこに参加させていただいた時にですね、そのなんか山崎裕次郎がそのトークイベントか何かで、そのまだディーパーズは好きだみたいなことをなんか言ってみたみたいなんですけど、まあ、そういう情報提供をですね、していただいたんですけれども、なんかミュージックスクエアっていうね、そのラジオの番組で NHK の全国放送でこう一押しみたいな感じでこう流したみたいなね、そういう熱量まであったのに、もう放置ですよ。もう許せないっていうか、もうその、まあ、そのね、だから、山崎さんがそのサブマージかけたのをこう皮切りにですね、番組内でこう、1曲目にね、いきなり COD かけたりとか、で、まあ、スーパーナチュラルとかね、テイストなんかもかけたりとかね、もう、そう、もうすごいなんかこう、プッシュされたんですよね。1個まだ載せてない、その、ラジオ番組が、あ、そのラジオの、その、ミュージックスクエアの、その、楢崎さんがそのコメントを、出演されて、で、レシーブをかけたっていう回があるんですけど、まあ、それも、いずれ、投稿しようと思ってるんですけども、まあ、そういうのでね、そう、だから、なんかちょっとね、憤慨してましたね、そんな、放置してるんで。で、自分はですね、その、楢崎さんっていうか、ディーパーズで初めて見たインタビューでですね、本当に感銘を受けた、言葉があって、これ読みますね。その、楢崎さんがですね、そう、俺はディーパーズはそのコアな音楽ファンのための音楽だと思っていると。
有線とかから流れてくるとかじゃなくて、こう自分から情報を得ようとしている人、自分にこうマッチするような音楽を探している人のためのものだと思っていると。で、まあ、これをですね、こう初めてこう見たそういうインタビューで発言されててね、それで、まあ、自分がこう自力でこうジニパーズにたどり着いたんだっていうことを肯定されたみたいな気持ちになったんですよね。だからすごく嬉しかったんですけれども、これであの全国放送でね流すっていうのに、ちょっと当時は怒ってたんですよね。まあもちろんこうそれで知った方もね大勢いらっしゃるだろうし、まあ今の集客にもつながっててね、そのバンドがあの存続できてるっていう、まあ、それも全部あの、まあ、今はねこう思えるんですけれどもっていう、まあなんかこうそのねファーストアルバムが出た頃から推してたんならわかるけどみたいなね、まあなんかこうお祝いの動画なのにこう一応このぐちぐちでダメですね。まあ多分ねこれあと1分ぐらいで切れちゃうので、まあ他にもいろいろ言いたいことは全然あるんですけども、ちょっとこの辺で、まあ今回もちょっと長々と喋ってしまいましたけれども、まあここまで見てくださった皆様ね本当にありがとうございました。もうちょっと不向きなのでね、ちょっともうやらないかもしれないんですけどね、まあつまらないかなと思うし、まあどうですかね。まあ、またこう、ライブをね、いいライブを見た後とかに、こう、語りたくなったら、そのやるかもしれないですね。その時は、だからこう、まあ、誰か一人でもこう、見てくれたら、嬉しいなということでね。そうですね。まあ、ご視聴、ありがとうございました。もう本当にバタバタですいませんでした。今、クロディーヌ・ロンジェがこう、かかっている体でですね、お別れしたいと思います。で、また、やることありましたら、お願い、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。